国民を大英に対する戦線の対象を配しましてよい。まさに1周年を迎えるとしているのであります。この間皇軍は水戸のもと海に陸に暮らし前線連勝、大和における敵の牙城を粉砕して今や皇位は長空国賓より内域に及ぶ。大東亜共栄圏建設の制御は着々として推奨、帝国はここに実証の基礎を確立するに至ったのであります。しかして帝国はこの有利なる体制のもとにいよいよ決戦に次ぐに決戦をもってして、あくまでも米英を撃滅戦としておるのであります。この時にあたり平成80年の記念日を無効に至りましたることは誠に意義深く、感激さらに新たなるものがあるのであります。そもそも帝国主義民は古来太平無事の時においてはおのおのこの家業に入る一等断りは等しく天皇御神卒のもとに神明を君国に捧げて国を守るの大任を全うし、もって戦場無休の幸運を不欲し立てまつってきたのであります。さらに中世に至りまして英検不問に来て帝の二つにわかるに至り、ここに諸国海兵の勢は一時全く敗れたのであります。それにこの武士も頼朝の騎兵と化するに至りましたの結果は、徳川末期において約40万の武士を国内に要しながら、それ強の圧迫に対し帝国の権威を十分発揮せざる宗教に立ち至ったのであります。しかるに明治維新にあたり王政復興の開業なりましょうか、恐れ多くの明治天皇におかれましては、明治5年11月28日天国総兵の御言葉を下した場合、ここに天国の大政神に戻る我が国平成の大本を確立せあり、もって国防の完璧を期し保ったのであります。妙日はあたかもその15年の記念日に当たるのであります。主に平成発布以来、ここに20年、平成の水、星とともにある、帝国は数字の戦役において、たったったる戦果を収め、さらに今日、米英撃滅の聖戦に一生を確信いたしまして、同等の戦いを進めておるのであります。国事、闘争の際、核のごとく世界に反逆せる諸国海兵の姓を定めさせたらいたる明治天皇のご神道のほどを拝察いたしましてまして、誠に強く
感激に堪えない事態であります。決着英英等におきましては、今時の戦争に臨み遅ればせながら徴兵制と対応し、あるいは徴兵のための行政登録制を採用するに至ったのであります。これを思いつきましても、我が国の衛生のありがたさに考え、特に大なるものがあるのであります。今や大東亜戦争はいよいよ本格的段階に入り、両国民が人中報告の大精神のもとに総力を結集するのよう、今日より切なるはないのであります。またに20年の平成の妙をやが上にも発揮すべき時であります。他にありますように、今日よりは帰りなくて非公認の人の見立てと見てたとあれば、その心意気を持って賛美されては一瞬をつなげて訓問に応じる時であります。15にあっては大戦将兵の心を心がし、一体の難を克服して、その直営機に本心の努力を出すべき時であります。かくして記憶一心霊能起立の我が国平成の精神を陥落ね、完全としてこの大戦争を戦い抜き、八年制国民海兵の精神に問い立てまくらなければなるのであります。ここに後期ある平成発布20年記念日本校にあたりまして、戦線にあるとまた中国にあるとは、今日国民等しく我らは天皇陛下の賜物なし、その我が国伝統の大精神に徹してあらゆることを絶望いたしていたしまして、私のお話を終わります。